時刻は夜7時になりました。 FM916 AM1134 文化放送からお届けしています。この時間はラッキーラッキーのラッキートーク始まりました。はい、ガールズパフォーマンスグループラッキーラッキーは9人で活動しているんですが、この番組は週替わりで3人1チームでお送りしています。今日は私杉浦優良と比嘉優和と森あかり、この3人の B チームでお届けします。よろしくお願いします。最近どうですか？そうですね、じゃあちょっと最近見た映画の話を今日はしたいと思うんですけど、いいね。私はちょっと前に、アイカツ、見てたね。アイカツ知ってる？みんな知ってる、見てた。そう、アイカツの映画を見に行ったんですよ。でちょうどアイカツがアニメなんですけど、あの小学生ぐらいかな、ユーラたちが小学生ぐらいの時にちょうど放送されていて、あのその主人公の子たちが卒業しちゃう、その学校ファイナルみたいな感じか。そうそうそう、ファイナルだったから、いやこれは絶対に見ないとと思って感動した。そうそう、え本当にもう感動しました。なんかその日さ、ユーラちゃんがその仕事があって、その後になんかユーラちゃんが見に行くっていう感じだったね。もうずっとその話しててウキウキだったよね。今日アイカツなんだみたいな楽しみにしてて、ね、それがさすごい可愛かったよね。もうずっと1週間前ぐらいからドキドキそわそわしてて、そうね、やっと見れて嬉しかったです。楽しかったですか？いやもう最高でした。最高でした。もう一回見たい。はい、私はですね、あのお父さんと二人で、ザ・ファースト・スラムダンクというバスケットボールがメインになっている映画を見に行ったんですよ。ちょうどねお父さんが世代なの、そのスラムダンクなのね。なんか漫画からやってて、今回映画化になったっていう。そう、ユアのお母さんも見に行ってた。本当に面白かったらしいね。ユアも見に行きたいなって思ってて。わかるわかる。私も体育の授業でバスケットボールを習ったことがあって、そこからめちゃめちゃ好きになったのね、バスケットボールが。そうなのね。だから、お父さんと二人なんだけど、見れてすごく楽しかったなって思った。いいですね。じゃあ、わーちゃんは何見たんですか？私もね、最近映画見て、あの、スズメの戸締まり。みんな見てるよね。なんかラッキーメンバーみんなほとんど見てるよね、多分。本当に面白くて、もうなんかもうやっぱりさ、その新海誠さんの、その作品ってさ、全部素敵じゃん。素敵。もうその中でも私は今回が特に一番になるぐらい、もう衝撃だったの。私も見たんですけど、最後泣きました。でも本当に。でもなんか音楽とその映像のマッチの仕方が素敵すぎて、もう一回見たいなって。もう一回見たい。最初からね。そう、え、あかりは見たことないんだっけ、まだ。私ね、まだ見てないの。いや、本当に見た方がいい。絶対見た方がいい。ラッキーラッキーのメンバーがもうほとんど見ててね。そう。で、めちゃめちゃいいよって言うから、今すっごく気になってるんだよね。いや、もうぜひですよ、本当に。なんならさ、もう一緒に見よう。あ、一緒に見よう。B チームで行こう。本当に見たい。そう。なので、もうちょっと皆さんもぜひ見てください。はい。はい。今日はラキトモからの普通音をたっぷり読んでいきます。さらに今日は来週22日にリリースされるラッキーラッキーのラッキーラッキーラブに収録されている楽曲ベイビーステップスを宇宙一早くラジオ初解禁です。やったー、大好き大好きね、この楽曲。このねベイビーステップスがどのタイミングでオンエアされるんでしょうか。ちょっとね今からドキドキですけど、ね、じゃあラキ友の皆さんはお耳の準備体操をしてお待ちください。はい、お願いします。ラッキーラッキーのラッキートーク、今日はラキ友からのふつおたスペシャル。イエーイ。はい、最近ねここ何回かは好き好きベスト好きのコーナーだったり、いろんなね企画のコーナーが多かったの で、ね、今日はラキ友の皆さんから届いたメッセージをたくさん読んでいきたいと思います。じゃあちょっと早速もう読んじゃいましょうかね。読んじゃいましょう。お願いします。はい、ラキトモネームネオさん、ゆうらちゃん、ゆうわちゃん、あかりちゃん、こんばんは。こんばんは。家族で東京のファンミに行きました。お、ありがとうございます。ファンミならではの企画もあって最高に楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございます。特にラブリーラブリーメドレーは感動しちゃいました。 ありがとうございます。生パフォーマンスが見れて嬉しかったです。質問ですが、ファンミの裏話やエピソードがあれば教えてください。
ラッキーラッキー最高です、これからも応援しますとのことです。ありがとうございます、ありがとうございます。ハンミね、すっごい楽しかったですよ。本当に全部で4回かな、うん、そうですね、4公演、はい、やらせていただいたんですけど、どうでした？初めてじゃない、あかりんは。そう、今回は新メンバーだから、うん、9人初めてのファンミーティングだったんですけど、うんうんうん、どの声もファンの皆さんと一緒に盛り上がれたのがすごく楽しかったです、うん、そのファンミならではの企画っていうところで言うと、うん、まあラブリーラブリーメドレー、そうですね、いやなんか最初に、うん、あのファンミーティングのセットリスト、うん、そのどの曲をやりますよっていうのが、うん、マネージャーさんから送られてきた時に、うんうんうん、なんかラブリーラブリーって書いてあって、そう書いてあった、えって思って、まさかの本当にで、うん、実はこのファンミーティングで、うん、ファンの皆さんの前でラブリーラブリーの楽曲を披露するのが初めてだったので、うんね、いやもうなんか踊ってて幸せな気持ちになりました。 そのラブリーラブリーっていうグループは、その私たちラッキーラッキーの一個前のね、はい、グループなんですけど、今までコロナの影響があって、そうそうそう、お客さんの前でパフォーマンスすることができなくて、うん、ね、今回初めて初披露ラッキーラッキーのファンミーティングでメドレーという形で披露させていただいたんですけど、そうね、その私たちラブリーラブリーじゃなかったメンバーは、うん、みんなその ラブリーラブリーのみんなが一番最初にやったリハーサル動画を見て、うん、振りを覚えたんですけど、本当、うん、可愛かったよね。そう、なんかみんな幼くてそうまだユーラも中学1年生とかの時の映像だもんね。なんか半ズボンでねリハーサルしてた、そういう時期があったんですよね流行ってたみたいなはい、そうですね、うん、そしてそのファンミーティングならではの企画の、うん、チャレンジ企画っていうのがあったんですけど、うん、福岡公演では二重跳びをしてチーム対抗という形でやったんですけど、うん、なんか飛べてたね、ユーラちゃん。そうなんですよ、私キキちゃんと一緒に対決をしたんですけど、うんうんうん、6回かな6回二重跳びできて、なんか本番前にちょっと練習してたんですよ、うん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 、そしたらなんか、まあ、1、2回跳べるかなぐらいで、うん、ちょっと跳べるかって感じだったんですけど、うんうん、なんか本番で力を発揮しちゃって、うん、いやすごいすごいよねゆるちゃん二重跳びかっこよかったなんかさちょっとさ偏見で言うとユーラちゃんってさちょっと飛べなさそうなイメージがあるじゃん、ね、どちらかと言ったら私とあかりんの方がなんか飛べる飛べそうというかなのに、でも一番飛んでってびっくりしたびっくりした、しかもさ結構ジャンプ力あったよね、高かったよねジャンプね、はい、すごくいい、だからそんなにファンミならではの曲たくさん詰まってて、うん、すごく楽しいファンミーティングでした、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次の普通歌を読みたいと思います。はい、はい、ラキトモネームルイさん、 B チームの皆さんこんばんは。こんばんは。ファンミーティング福岡公演行きました。コーナーではユーラちゃんのキラパーの時の裏話を聞けたり、ユーラちゃんの二重跳びもとってもかっこよかったです。たくさんの曲をやってくれて、ラブリーラブリーメドレーまであって感動でした。あかりちゃんが活躍していたベイビーステップス、また聞けますように。わー、ありがとうございます。今日聞けますよ。今日聞けるよちょっと待っててねそうですね、福岡公演もね、うん、とっても楽しくて、さっきお話しした通り、ね、二重跳びだったり、うん、コーナー1の時にメンバーしか知らないエピソードトークコーナーというのをやりまして、はいはいはい、やりましたね。なんか私たちガールズ戦士シリーズに出演させていただいてたんですけど、うん、そのドラマ撮影の前に演技稽古をされたんですよ。みんな初心者だったから、そうそう、演技がねまだ全然できなかったので、うん、その時の裏話をね結構たくさん話したんですけど、楽しかったね、うん、もういろんなところでいろんな話をしてファンの方にすごく情報を届けられたのが嬉しかったなって思います、うんうん、でね、そのまあトークだったりさ、まだ私たちも全然ダメじゃないですか、うん、そうね、まだね、うん、なので今回のファンミーティングのために、うん、トーク練習というものをたくさんしまして、しましたみんなね、9人でね集まって、なんか普段の会話だったり、うんね、ちょっと楽しかったことを共有したりとか、うんうん、たくさんね9人で話す機会があったんで、 そうね、それでねなんかファンミーティングでも
スラスラとエピソード話せるようになったりとかして、みんなが会話に参加できるようになったというか、すごく楽しく会話ができて、楽しかったです、そうね、トークコーナーでもたくさんいろんな裏話を話すことができて楽しかったです、そうですね。そしてね、ベイビーステップスもね、あのファンミーティングで初披露、そうなんですよ、東京公演で初披露だったんですけど、ダンスもね、なんか私ベイビーステップスすごい踊ってて楽しいんですよ。わかります。なんか私曲調がそもそも好きなんだよね、なんでね、まだ見れてないよって方はいつかどっかかのね機会で披露できたら嬉しいです。じゃあこの後の応援されるベイビーステップス、ね、お楽しみに、お願いします。ありがとうございます。では続いて、ラキトモネームアルエさん、はい、ユーラちゃん、ユーアちゃん、あかりちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも家族で応援させていただいております。2月はファンミニ、リリーベに大忙しな毎日お疲れ様ですが、放送日はバレンタインの次の日ですね。はい、そうです、そうです。3人のバレンタインの思い出などお聞かせいただければ幸いです。これからもずっと応援しています。今年のバレンタイングッズも楽しみにしております。ありがとうございます。バレンタインね、バレンタインの思い出だったりとか、はいはいはい、何かありますか？そうですね、私は小学生の頃に、一番なんか記憶のあるバレンタインの話なんですけど、小学生の頃にあのクラスのみんなにフォンダンショコラを作って、靴箱で待ち伏せしてみんなに配った靴箱なの？そう、でもやっぱさ、学校ってさ、ちょっと持ってっちゃダメだよ。そうそうそう。だけどさ、やっぱバレンタインってすごく1年に1回しかないし、ちょっとこのクラスもね、もう1年で終わっちゃうから、確かに。そう、大好きなみんなにもう配りましたね。手作りで？そう。え、手作り？そう。え、じゃあもう結構人数分。え、もうそう、だから、トートバッグ1個。担いで、リュックの以外に担いで行きましたねそれさ、ちょっと怪しまれるんだそう、確かに。なんかチョコ持ってきてるでしょと、先生とかね。2月14日って先生たちすごい警戒するんじゃない？なんか確かに、あ、ちょっと荷物多いぞみたいな、ね、え、みんなはどうですか？私はですね、あの中学校のエピソードなんですけど、中学生、私女子校だったんですよ。なんで、まあ、女子のその友チョコ的な感じで、あの、あげてたりはしたんですけど、あの、お昼休みに、大きい板チョコ、なんか木箱に入った板チョコみたいなのがあって、で、その木のハンマー、なんか、あの、全然危ないものじゃないんだけど、木のハンマーで、その板チョコをみんなでバン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 叩き割って、楽しそう。で、ちょっとずつちっちゃくして、みんなで分けて食べるみたいな。いいな、楽しそう。なんか青春ですね。そうそうそう。なんか女子校だからできたみたいな。もあって。そう、今、ゆうらちゃんの話聞いて思ったんだけど、友チョコってワードがなんか懐かしいような気がするかも。あんまり最近言う？ね、本命チョコとかさ、言うじゃん、よく。友達にあげるチョコで、友チョコ。チョコ。で、そうやってなんか叩き割って、みんなで分け合ったの、すごいなんか青春だなって。あ、じゃあ楽しかった。割って、大きいチョコ食べれたらちょっとお得。あ、そうだ、ラッキーラッキーラッキー。いいね、楽しかったですね。あかりんどうですか？私も友チョコはあげるんですけど、絶対に買う派なんですよ、チョコ。作んないんだね。そう、なんか確かに、そもそも手作りできないのね、私。私も。いや、わかるよ。なんかチョコ固まっちゃったりさ、溶かすときになんか固まっていっちゃったり、よくわかんないですよね。前なんかね、チョコじゃないんだけど、お菓子作りしたときに、途中でなんか、あの、つまんじゃって、止まんなくなっちゃって、なんか、あれ、材料がなくなったよー、みたいな。ダメじゃないですか、それ。一番だってさ、あかりのせいじゃん。それ、あかりのせい。ってことがありまして、それ以来、ま、作らないようにはしてるんですよね。ちょ、ぜひ、いつかリベンジしてください。食べないように、途中で。そうね。気をつけます。どうなんだろうね、その、聞いてくれてるラキ友の皆さんは、バレンタインに、そうですね。何かあげたのかな？おドキドキしちゃいますね。はい、メッセージありがとうございました。ありがとうございました。それではここで1曲いきましょう。今日の1曲目は来週2月22日にリリースされる楽曲です。ラブリーで癖になる曲になっているので、楽しんで聴いてください。それでは聴いてください。ラッキーラッキー。まだまだメッセージを読んでいきたいと思います。はい、ラキトモネーム
ポピポパナ兄さんからです。おポピポパナ兄さ ん、ゆらちゃん、ゆわちゃん、あかりんごちゃん、こんにちは。こんにちは。ファンミ感想オッツ。おー、ありがとうございます。ちょっと若いな。いよいよラキラキラブのリリース日まで1週間を切りました。イエーイ。そこで皆さんに質問です。今回初めてラッキーラッキーメンバーと一緒に写メが撮れるリリーベでファンと写真を撮ってると思いますが、うん、やってみて実際どうですか？例えば夢だったので嬉しいとか、外はやっぱり寒いとか、表情が難しいとか、私も椿ちゃんみたいに椅子に座りたいとか、素直な気持ちを教えてもらえたらラッキーですとのことです。ありがとうございます。そうですね、今回ラキラキラブの発売を記念して行っているリリースイベントではスマホ撮影会というのがあるんですけど、うん、実際にね、どう、ゆうらちゃん。でも、うん、本当になんか結構さ、うん、たくさん、本当にたくさんの方と写真撮ることができて、ね、なんか何回も来てくれる方とかいるじゃないですか、うん、で私が結構ちょっと毎回楽しみにしてたのが、うん、ファンの方の服装だったり、わかる、ネームボード、うん、なんかうちらを見るのが結構好きで、うん、なんか私服の方でもちょっとだけバッグにラッキーのキーホルダーがついてたり、ついてたりね、なんか、うんうんうん、そういうちょっとしたことを見るのもすごい楽しくて、うん、なんかちょっとラッキーのリリースイベントだからなんか気合い入れていこうっていう方も多分いると思うし、うん、なんか私たちに会いに来てくれてるんだなっていうのがすごい伝わって幸せですよね、うん、あの空間一番。私がその印象的に残ってる撮影会なんですけど、うん、ララポート立川立飛さんで、うん、はい、この前リリースイベントさせていただいた時に、うん、めっちゃめちゃ快晴で、そう、天気良かったよね。雲一つなくて太陽がもうギランギランだったんですけど、眩しすぎて、ね、ちょっと眩しかったね。撮影会の時もみんな目が細いの。イエーイみたいな。眩しかったね。そうそうそう、だからちょっとみんなね、うん、眩しいのに格闘しながらやってたんですけど、うん、なんかまあそれもそれでいい思い出なのかなって私は思ってますね、うん、あかりはどうですか？そうですね、本当にたくさんの方と一緒に写真を撮ることができるので、うん、とっても嬉しい。イエーイ、楽しいですね、うん、楽しい。でもさ、あかりはさ立ってるじゃん、いつも後ろで。そうだね、いつも立ってる ね、順番が決まってるからさ、うん、立ってるメンバーの中にいるけど、ちょっとここに書いてある、うん、素直な気持ちを教えてもらえたらラッキーです。どうですか、どうですか？私でも立ってるのも好きなんですけど、はい、あ、ちょっと座りたい。あ、座りたいな。どうしよっか、じゃあちょっと今からあるリリースイベント交換してみよう。まあそこはね、ちょっと考えて、うん、時間系なくたくさん写真撮れて楽しいです、はい、うん、ね、うん、はい、皆さん来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。それでは、はい、次のお便りいきたいと思います。はい、ラキトモネームひまりーなちゃん、 B チームの皆さん、こんばんは。こんばんは。私は小学校6年生なのですが、はい、卒業式の歌の伴奏のオーディションを受けるためピアノの練習を頑張っています。すごいすごい、オーディションがあるんだね。すごい。伴奏は弾きたいけど卒業へのカウントダウンがすごく寂しくて、中学校に行くのも少し不安なので応援してほしいです。皆さんの卒業式の思い出も聞きたいですということです。ありがとうございます。そっか、もう卒業の時期です ね、 そうね。でもさ、ピアノすごくない？え、すごい。だって私右手でしか弾けないよ。一緒に弾けないタイプね。わかるわかる。いやー、うん、卒業式ね、うん、そうだね。なんか印象に残ってるのはありますか？わあ、なんだろう、卒業式。あ、でもまだ小学校しか、そう、小学校しか体験したことない、うん、うん、そうそう、私中学校の時の卒業式がすっごい印象に残ってて、さっきも言ったんですけど、女子校で中高一貫校だったんですよ。はい、私はちょっと違う高校に行ったんですけど、うん、他の子たちはさ、そのまま高校に上がれる、うん、確かに上がれるのか、 そのまま同じ学校にいるんですけど、うんうん、私だけ一人だけ違う高校に行くから、もうすっごい寂しくて、うん、でしかも1年生から3年生まで同じクラスだったんですよ。あ、はいはい、もうクラス変わることなく、クラスがなく、うんうんうん、3年間ずっと一緒に学校生活をしてきたクラスメートのみんなだったから、すっごい寂しくて、
で、なんか卒業式は泣かなかったね。うんうん、うん、でもその後のなんかお別れ会みたいなね、もう号泣、ね、もうなんか人生でこんなに泣くんだくらい泣いちゃって、うん、やっぱなんかお別れって寂しいですね。寂しいよね。でもそのクラスメイトの子たちとは今も高校生になった今でも遊んでるし、うん、なんか全然お別れって感じじゃなかったから、いいねいいね、うん、まだね仲いいし、うん、なんかつながっていくんだなみたいな。そう、え、じゃあさ、ひまりーなちゃんもさ、うん、小学校卒業しても多分遊べるんじゃないかな、うん、そうだよ、だから全然会えると思う、ね、ぜひ中学校でも頑張ってもらって、うん、じゃあ私はもう今年卒業なんで、卒業、はい、もう高校生としては頑張るので、じゃあ一緒に頑張りましょうということで、はい、じゃあ卒業生の皆さん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。新しい生活頑張ってください。頑張ってください。一緒に頑張りましょう。はい、ということで今回もたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。メールの送り方や送ってほしいテーマは番組公式ツイッターで募集しているので、ぜひチェックしてください。それではついにここでベイビーステップスを宇宙一早くラジオで初解禁します。イエーイ、やったー。じゃあラキトモの皆さん、お耳はほぐれていますでしょうか。お、体操しましたか。準備 OK ですか。 OK ですか。ベイビーステップスはすごく前向きになれる歌詞がたくさん詰まっているので、うんうん、ぜひ最後まで楽しんで聴いていただけたら嬉しいです。それでは聴いてください。ラッキーラッキーでベイビーステップス。ラッキーラッキーのラッキートーク、そろそろお別れの時間です。そしてもう来週ですね。来週、そうね、まあ、来週だよ。来週、来週、来週2月22日に、はい、ラッキーラッキーサードシングル、ラッキーラッキーラブがリリースされます。イエーイ、 イエーイ。はい、このラッキーラッキーラブはテレビ東京系リススタトップオブアーティストのエンディングテーマとしてオンエアされています。リリースイベントも開催中です。今週18日土曜日は東京の森タウンムービックス前ガーデンステージ、23日木曜日祝日は千葉県のセブンパークアリオ柏です。フリーライブとなっていますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。詳しくはラッキーラッキーの公式サイトをチェックしてください。来週は C チーム、つばきちゃん、かんなちゃん、キキちゃんがお届けします。それではここまでのお相手は杉浦優良と比嘉優和と森あかりでお届けしました。それではお耳が寂しくなる、その前にまたねー。